世界的に見て、目の上の炭鉱部である中国とロシア。日米は、そんな二国の牽制を交わしているのだが、そんな中、米軍の超音速戦略爆撃機が緊急発進する事案が起きていたことを、皆さんはご存知だろうか。ロシアと中国は、中ロ合同警備と称して、日本海や東シナ海を飛行しており、これに対して、日本もまた、スクランブル発進を行っているとのこと。世間では、未だに、新型ウイルスが猛威を振るっており、一般的な人々は、その話で持ちきりだと思う。しかし、周辺国の韓国や中国について知っておくことも重要なことだ。さて、今回は、そんな米空軍の B-1 ランサー爆撃機が緊急発進した状況を詳しく解説していく。中国空軍とロシア空軍に所属する爆撃機の合計6機が、日本海及び東シナ海方面を飛行していたのは、2年前の2020年12月22日のことだ。後の発表によると、日本の航空自衛隊は、この接近を受けて、スクランブル発進を行っていた。当時飛行を実施した機体の内訳だが、中国空軍の H-6 爆撃機4機と、ロシア空軍のツポレフ95ツポレフ爆撃機2機であり、この情報は防衛省によって公開されている。これらの合計6機中、H-6 爆撃機の2機と、ツポレフ95ツポレフ爆撃機2機が、五島列島沖合の上空で合流しており、4機は、そのまま、尖閣諸島方面に飛行したとのこと。この4機の爆撃機は、編隊を組みつつ、尖閣諸島手前の宮古海峡上空を飛行して、太平洋方面に抜けた後、再度、宮古海峡上空に戻り、その後は、そのまま北上して飛び去ったようだ。ここで、H-6 爆撃機について解説しておくと、H-6 爆撃機は西安飛機工業公司という、航空機製造会社で製造され、中国人民解放軍が装備している大型爆撃機のこと。元は、ロシアのツポレフ16爆撃機を国産化した機体となっている。そして、ツポレフ95はというと、B-29 のデッドコピーである、ツポレフ4の発展型とも呼べる機体で、1950年代に、ツボレフ設計局で開発された、長距離戦略爆撃機のことだ。今回の一件は、実は初めて起こったことではなく、2019年7月にも、同様のことが起きていた。この時も、中国とロシアの爆撃機による共同編隊飛行は行われており、これについて、両国は合同でのパトロールであるとコメントしていたようだ。さて、話を戻すと、中ロが共同編隊を行って飛行した翌日である、2020年12月23日には、米空軍の B-1B ランサー爆撃機が、グアム島のアンダーセン飛行場から発進し、台湾とフィリピンの沖合上空から南シナ海へ進出している。これは、差し詰め、アメリカからの中国とロシアの両国への牽制行動というわけだろう。B-1 爆撃機について話しておくと、この爆撃機は、米国ロックウェル社が開発し、米空軍が運用している可変翼超音速戦略爆撃機のことだ。B 型からの愛称である、ランサー、ランサールは、やり騎兵の意味を持っている。ランサーの実戦経験は、凄まじいもので、不朽の自由作戦、アフガスタン紛争やイラク戦争、オデッセイの夜明け作戦、リビア内戦、シリア内戦における、コバニ包囲戦など、数々の戦場に投入されている。加えて、2016年から2017年には、北朝鮮による核実験やミサイルの発射に起因する朝鮮半島情勢の緊迫化を受け、グアム島アンダーセン空軍基地より
朝鮮半島方面へ複数回飛来し、抑止力としての役目を果たしており、日本の航空自衛隊や韓国軍とも共同訓練を密に行っている。さらに、B-1B は、超低空侵攻による核、爆弾攻撃、通常の戦略爆撃、巡航ミサイルプラットフォームなどのありとあらゆる任務を遂行する。そのため、地形追随レーダーや赤外線監視装置、ドップラーレーダー、ECM システムなど様々な電子機器を搭載しているのだ。本件の中、ロ両国の爆撃機の飛来に関しては前述したように、航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進を実施。また、隣国である韓国も同様にスクランブル発進を実施していたようだ。しかし、これに関しては疑問を抱かざるを得ない。というのも、韓国は朝鮮半島や南西方面の東シナ海上の同国が主張する防空識別圏に中国軍機が侵入したことは、中国との間で係争地となっている離れを伊予と島の干渉近辺であることから事前通告を受けていたようなのだ。中国はこのことを韓国に通常の訓練の一環だと伝えていたらしいのだが、ロシア側の考えは少し違う。ロシア側は韓国の主張する防空識別圏を前提としていたことを認めておらず、事前の通告もなかったとのこと。ロシア側の行動はさておき、少なくとも韓国は中国からは事前通告を受けていることになる。だというのに、韓国がスクランブル発進を行ったことには疑問符が浮かんでくる。前述した2019年7月の事例では、ロシアのツポレフ95ツポレフ爆撃機は、韓国が自国領だと主張する竹島沖を飛行していた。これに対して、韓国はロシア機に対して警告射撃を行っていたようだ。ここで一つ、とある仮説を立ててみるのだが、もし竹島上空で韓国軍機がロシア軍機に対して警告射撃ではなく直接攻撃を行っていたとする。となると、この問題は国際的にはどう扱われることになるのだろうか。ロシア側としては韓国の領空ではない場所で攻撃を受けたとして、当然ながら韓国を強く批判してくるだろう。だが、こうなってくると、なし崩し的に、ロシア側が、竹島を韓国の領土ではないことを認めてしまうことになる。つまり、この主張を行った場合、竹島は、日本に帰属していることを認めてしまうことになるのだ。この場合、おそらく、アメリカは傍観を貫くと思われる。下手にロシアを非難してしまうと、アメリカは、竹島を、韓国の領土と認めていると捉えられる可能性があるからだ。このように、竹島をめぐっての問題は複雑に絡み合っており、周辺国の思惑もそれぞれである。日本は、竹島以外にも、尖閣諸島において中国、台湾と対立しており、北方領土をめぐって、ロシアとも領有権を争っている立場だ。言うまでもなく、政治的に、領土問題に、譲歩の姿勢を見せることは得策ではない。譲歩の姿勢を少しでも見せてしまえば、その隙を突かれることは、火を見るよりも明らかだからだ。もしも、実効支配を完全に許してしまうことがあれば、それは、もはや、交渉での奪還は不可能となってしまう。そうなってくると、日本が、戦後一度も経験したことのない直接的な軍事力による奪還作戦を行うより他に選択肢はないだろう。実際のところ、
そのような作戦を想定している陸上部隊や、そういった構想に関しての話も耳にする。しかしながら、そのような部隊が、標部隊に立つということは、すなわち有事に発展しているということになる。有事に発展した場合、ことは自衛隊だけの問題ではなくなり、当然ながら、近隣島国の人々も危険にさらされるのだ。作戦敢行に向けた準備は、日本政府も着々と進めており、陸上自衛隊への水陸機動団の新設や、習志野の特殊部隊、護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化などは、有事を想定したものだと考えられている。だが、やはり奪還作戦を行うハードルは、あまりにも高い。抑止力として、能力を整えてはいるが、問題は、装備だけではなく、法の見直しや、今の日本人が持ち合わせていない、有事への心構え。それらを考慮すると、机上の空論になる可能性は、十分にあり得る。事実、日本は、ロシアとの北方問題や、韓国との竹島問題において、有効な解決策を実行できていない。それどころか、事実上、相手方の実効支配を許容している部分も垣間見え、それらを取り戻すことは、諦めているような説も見受けられる。目の前の問題から目をそらし、ただ領有権を主張するだけでは、現状は変えられないはずだ。2021年11月8日、岸田首相が、所信表明にて、国家安全保障戦略を見直すことを表明したとはいえ、今後の明るい未来への見通しは、未だに立ってはいない。